観光農園の遭難の動画が始まるよ。はい、遭難です。今日はですね、前回もやった、こちらの、見えるかな、はい、NSR のタンクの、続き、作業をやっていきたいと思います。今日はですね、これをもう固定を、目標に作業していきます。工程的には、そうですね、この、元のタンクのところの、休校があったところが、きれいじゃないので、ここをきれいに整えて、でタンクのこの後ろの方をですね、こちらのこれが、つく穴が必要なので、これの入れる部分の穴を、きれいに開けていきたいと思います。それで固定をしていきます。で使うのは前回と同様サンダーなんですけど、刃をこちら買ってきたので、これに交換して削っていきたい。はい、こんな感じです。ある程度綺麗になったからいいかなっていう感じです。であとはこの場所をきれいに測って、これの入るこの穴、加工していきたいと思います。仮にタンクを入れたので、ここに、印を、この辺りにつけて、ここまでの長さを測って、大体で切っちゃいたいと思います。ではセットしたのでポンチで、穴を開けていきたいと思います。はい、穴が開きました。で、こんな感じ。これに、タンクを入れていきます。そしたらアルミのフラットバー買ってきたんで、これこんな感じにできるように、曲げていきたいと思います。こんな感じで、フラットバーを曲げてます。ここに穴開けます。これを合わせてみて良ければもう一個作れます。はい、ということで、最後はちょっと取れてなかったんですけど、NSR の、2分の1計画の、続編ということで、タンク、前回の動画で、途中まで、作った、このタンクですね、今回は、こちらにね、こういった感じで、アルミバーで、固定の器具を作って、やってみました。次回はですね、今度、燃料の、出口ですね、そちらを作って出口と、こういう、エア付きですか、そういうところを作っていきたいと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Facebook、インスタもやってます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。